どうもこんばんは。今日はね、タマドラの画期的な使い方を見つけたんで、ちょっと、君たちにちょっと解説していきたいと思う。じゃあまず、パワーアップゴートを開きます。で、この、覚醒用モンスター、毘沙門天に剣士を選択する。で、そして、まとめて追加を押して、邪魔なタマドラを一気に5体追加する。ほな、いつでももらえるからな。こうやって使うんだわ。うわ。じゃあ行くわ。ちょ、お前らに教えたら。ほら。おい、来たー。おい、ほら、この効率的なタマドラの使い方。みんな、明日から使ってね。バイ。